朝日健太郎はいつも一生懸命、朝日健太郎君はいつも真心の政治、決しておごらず丁寧に謙虚に皆様に寄り添います。そしていただいたご意見は今度は強力な権限で解決の糸口を見つけてまいります。朝日健太郎、よろしくお願いします。